こんにちは、オーシャン東京原宿代表の三島です。こんにちは、原宿店のアシスタントしております、木村と申します。今日は、先日ソーヤの髪を切って、あ、木村ソーヤですソーヤの髪を切って、まあ、質問が多いシークレットパーマっていうのをかけました、ソーヤに。なのでそのちょっと紹介をしようかなと思います。まずカットです。カットは全体的に束感が出やすいように切ってあって、こうやって握るだけでもこういうふうに束感が出やすくなってます。で、パーマで濡れてる状態が一番カールが出るので、今はこうやってカールが出やすい状態です。外羽があったりとか、顔周りの内巻きがこういうふうにあったりとか、でドライをすると、緩まるので、じゃあここからドライをしていきます。じゃあドライをしていきます。ドライは何も考えずにバーって乾かしてもらって大丈夫です。その代わり常に上から風が当たるようにだけ気をつけてください。特に顔周りはボリュームが出やすいので、しっかり上から、逆に後頭部は下から風が当たるように乾かします。ドライは根元がしっかり乾くように、手をしっかり 指の腹を頭皮に当てて振るようにしてドライします。で、乾かしてるうちにカールがこうやって伸びてきます。後で乾かし終わった後を見せます。濡れていた時に出てたカールが乾かすとこういう風にちょっとくせ毛かなぐらいな緩いカールになったのがわかるかなと思います。じゃあここからワックスをつけてきます。はい、じゃあこれでワックスつけます。で、ワックスを使う時にさっきも言ったようにパーマってちょっと水分で出て、濡れてる時に一番出た状態になるので、例えばここにあるリューサーと6と3あるんですけど、緩く出したい時は6番、しっかり出したい時は3番、その間がいい時は混ぜて使ったり、カールの出やすさ、出る強さっていうのはこのスタイリング剤でも変えることができます。で、今日は、まあ、これぐらい緩くなったものがしっかり出すとどのぐらいパーマが出るのかっていうのをお見せするので、ちょっとリューサー3番でセットします。で、ワックス使う量はだいたいこれぐらいです。で、手によくなじませたら髪の中間から毛先に、で、これもつけていくともうすぐにパーマが出始めます。一回じゃあ全体になじませちゃいます。で、この後ちょっと一回デューサー6のバージョンもちょっと見せるので、ぜひちょっと参考にしてみてください。で、これがデューサー3でパーマを出したバージョンのセットです。ちょっとまとまるツヤが出るワックスを使うとこういう風にパーマで巻いといたものがしっかり出て、カールが強くなります。で、パーマをすることでこのトップのボリューム出づらかった人がこういうふうに勝手に立ち上がるようになったりとか、こういう C カール、いろんなランダムな C カールが入ったり、後ろに関しても襟足、こういうふうに羽を入れたりとか、舌癖でボリュームが出づらいっていう方
方にボリュームが勝手に出やすくなったりするのがパーマです。シークレットパーマだとこれが今しっかり出したバージョンのセットになります。じゃあこの後デューサー6番で緩く出したバージョンをやりたいと思います。じゃあ今度は、カールを弱めて出すためにちょっとデューサー6番でセットしたいと思います。で使う量は同じぐらいです。でドライの状態も基本的にはさっきと同じなのでどのぐらい差が出るのかっていうのを見といてください。同じように中間毛先です。でこれでいつも通り作ります。でこれがデューサー6番でセットしたバージョンです。ボリュームの出やすさとか束の出やすさはそのままに、カールが緩くなったのが分かるかなと思います。シルエットの作りやすさは変わらず、カールの出方が緩くなるだけです。こんな感じで今日の動画は、シークレットパーマでどのぐらいやりやすくなるのか、あとは使うワックスによってどのぐらい緩くできるのか強く出せるのかっていうのを紹介しました。最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。